皆さんこんばんは。猿はなぜお尻が赤いんでしょう。元男の子の青木かのんです。今ですね、実は彼氏の渡くんの家に、合鍵を、借りましてですね、先に侵入しております。あとちょっとですね、バレンタインだと思うんですよ。私はですね、自他ともに認める料理めちゃめちゃ下手人間なので、下手でも作れそうなチョコを作っていきます。最近流行っているいちごのこの外側に水飴を使ってパリパリいちご飴みたいな。ちょっと正式名称わからない。え、お前バレンタインなのに何チョコ使わないのみたいな感じだと思うんですけども、ありますよ、チョコレート。こちらでございます。ガーナの溶かしたチョコレートをコーティングします。で、そのチョコレートの上に水飴をぶっかけるってことですよ。で、今回ですね、チョコバナナ飴、そしてドッキリ的なこのシャウエッセンのソーセージを紛れ込ませるっていう。で、わたるくんどんな反応するか、まあ、そこもちょっと着目して動画をお届けできればなと思います。レッツラゴー。じゃあ作っていきます。いただきます。あ、違う、この中に水を入れて、違うよ、チョコレートだよ。で、ここに水入れるんだ。で、チョコレートをここに溶かすんだ。これにこんぐらいにして点火します。ほい。なんで下のなんかあの焼き魚とかやってたわ。よし、切って。料理っていうのは効率化だから、包丁を使うときは しっかり気をつけてくださいね。あ、男のお出番包丁乗せていきます。これとろ火で今ずっとやってるん でそこに割って入れた方が早く溶けますから。焦げないようにこれ混ぜながらいきましょうね。やばい、そっか、今のうちあれか、ソーセージあれレンチンしなきゃいけないですね。1分ぐらいでいいんですよ。いい感じだ。うわ、めっちゃうまい。投入していきます。いくよ。うわ、はい、やば、これはいいぞ。おお、これ多分速攻固まるんで、いっぱいやっていきます。いちごが出来上がりました。こんな感じです。バナナシュート。ほい。バナナ。やばい。そうか、そうだよね。だってチョコってあったかいので溶けるから、水飴をやったらチョコまで溶けちゃうんですよ。え、失敗した、完全に失敗した。できないじゃん。え、どうしよう。あの、ごめんなさい、チョコバナナといちご、あ、ソーセージでいきます。ごめんなさい。なんだ、ほんと正直なこと言うと人生でほぼ初なんですよね、こういうのバレンタインの、これ作るので、これがあのバナナですね。お次はこれを入れていきます。ちょっとちっちゃいバナナのって感じですよね、これ。え、おいしい。あれ、え、いや、おいしい。決して自分で進んで、あ、お腹すいた、じゃあチョコレートみんなにぶっかけて食べるかみたいな感じになるかってならないけども、でも悪くない。これ串につけない方が美味しい、食べやすいかもしれない。うん、串につけません。はい。疲
作り終えて20分ぐらい経ってるんですけど、冷凍庫に入れてるんで今から出してきます。ね、お、いい感じじゃないのこれ。何なんだろう、何なんだこれは一体。地球外生命体の食べ物じゃないのこれ、もしかして。でこっちは、はあ、これは美味しそうだな。なんか見るに耐えるっていう。よいし、カオスとしか言いようがないっていう。やばいっしょこれ。なにこれ。料理ってみんな見た目ばっかにとらわれてると思うんですけども、結局ハートなんですよ。おお、びっくりしたびっくりしたびっくりした。寒かった。いや、寒げたんすぎた。何それ、撮ってるの。もう撮ってる。だって撮影するって言ったじゃん。今日の内容まだ伝えてないですけども。うん、じゃあ目閉じてて。目閉じてる。怖い怖い怖い。何何、バーンとかなんない。何でこんな重たくするの、わざと。いや、ごめんなもん。まだだよ、目閉じて。あ、すごい匂いが。うん、座って。座る。とりあえず座って。うん。アングルチェックしたいから、じゃあちょっと、もうちょっと前に出て。はい、絶対あげないでよ、まだ。じゃあ行くよ。もうなんかここに来ると安心感があるな。あ、ほんと。それおかしいだろ。3 2 1どうぞ。何で笑ってんの。え、これ何、アート。違うよ、ん、バレンタインです。ああ、バレンタイン、すげえな。最初あれかと思った。な、本物の石はとチョコをこう見比べるとか、そういうやつか。本物を見分けるみたいな、そういうんじゃないの。違いますよ。美味しそう。正直って。正直うまそう。本当？だってこれいちごとチョコでしょ。うん、そう。絶対美味しい。こっちが分かんない。これね、バナナ。これはリトルバナナ。リトルバナナで、なんかあるじゃん。なんかモンキーバナナとかあるじゃん。ディスると思ったわ。下手じゃん料理。下手？うん。まあ、得意ではないっていう言い方かな。でこれを普通にじゃあ2人で食べようっていう。そう、2人で食べるだけ。動画。シャンパンをね用意してますから。おもてなししていただけるの。はい、おもてなしです。おもてなし。スプーンとかフォークとか全然ないよね。全然ない、うん、最初やっぱ私がね、あんをね、しますよ。なんだなんだ、いや、なんで笑うんだよ。てか、このサランラップはどういう意味があるの。いや、最初はなんか、うん、よくさ、韓国のさ、ASMR YouTuber とかおしゃれでさ、机にこう引いてこうやってこのまま食うやつね。でもね、ちょっといろいろ手違いがありまして、うん、想定の範疇を超えたものになったから、うん、このまま食べます。へぇ、マダムセノリータ賛成。お、あ、結構強いね。強いね。いただきま す。じゃあ、これかな。うん、なんかん、何何何、これ、粘着してるね。グイーンっつったの。いくよ。美味しい。うん、おお、マジでうまい。え、そんな美味しい、うん、神だわ。チョコとイチゴ最高。普通のチョコだと面白くないからちょっとね、うん、隠し味とかいろいろ入れたの今回。ちゃんと愛情入れてる。私もダービオ。うまっ、うん、普通にうまい。見た目はちょっと野生感あふれるんですけども、うん、ワイルドだけどね。いや、ほんとうまいよこれは。え、バナナ行ってみていい？あ、こういう感じ。あ、ごめん、ちゃんと固まってなかった。わあ、うまっ。え、ズル向けじゃん。今でさ、チョコ何個もらったことある？母親と当時いた彼女が最高2個じゃない。ギリだったら10個。そっか、俺さ俺さ吹くかと思った。ゴリゴリの野球少年だったから多分こういう画像出てるけど、うん、だ、女の子正直俺さ持てなかったんだよ。ただ野球引退した後、うん、髪の毛伸ばし始めたんだよ。ああ、なるほどね。そう、うん、したらちょっとだけなんか K-POP っていうか韓流っぽいなんかこう流し前髪みたいななんかこうして、うん、したらね、俺結構持ってたんだよね、女の子から。でさ、ゆいちゃんっていう子がいるの。サキじゃないの。サキじゃない。サキはね、中学の時の元カノで、あ、中学か、うん、で、青木先輩
いつもあの野球部の時応援してたんですけど、ちょっと怖そうな雰囲気で、でも今すごいなんか爽やかでかっこいいですって言って受け取ってくださいって言われて、うん、俺チョコもらったんだよ。何個何個？7個7個、うん、女性ホルモン剤その時やり始めたから、一気になんか中性っていうか、なんか結構中性な顔立ちでかつ K-POP って、K-POP あの時バズったから、バズってたから、あの、うん、あの時期東方神起とか、うん、だから俺も持ってたんだよ。やば、何この屈辱、負けてるわ。だからさ、今度さ合コン行かねえっしょ女の子目的なんだよ。あ、じゃあ次がこれ行ってみて、モンキーバナナ、うん、そんなめっちゃ、うん、うわ硬い、ごめん。めっちゃバナナじゃん。いきます。ちょっと今 ASMR っぽくなかった音。そこじゃないだろ、そこじゃないだろ。ん、気づかない？気づくね。ウィンナーこれ私の2本あんだ。そう、2本あるうわか、でも合う合うでしょ、合うよね。チョコとウィンナー意外と合う。ウィンナーの塩気がうん、なんか反発しないし、あのチョコポテトみたいな。これ大成功じゃん。腕上げちゃったね。ちょっと褒めて、たまには頭なめて、お願い、だってじゃあ私さ、カップルチャンネルみたいな感じでさ、やりたいんだよ、憧れてるから。そういう性格じゃないからさ、コメント欄でいや、なんかもうただ男同士のガキンチョの会話じゃねえかよとかさ言われるの、ポコチンとかさ。ポコチン好きじゃんね。え、うん、だからたまには甘えたいなと思って。どうする？じゃあポッキーゲームみたいに巨大バナナを食べない？はい、うん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 、カメラ見えてなかった。難しすぎるね。ついちゃった。大丈夫？大丈夫。もう一回食べる？視聴者の皆さん、お待たせしました。さあ、大変お待たせいたしました。はい、うん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 、ここ、ここ、うん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 、はい、いいですね。バナナ完食しました。はい、硬いね、うん、おお、取れた取れた。俺の朝じゃん。こういうチャンネルじゃないんですよ。俺の朝じゃねえんで。ちなみにこれ何？タッパーの蓋はい、じゃあこんな感じで、はい、ホワイトデーはね、待ってますからね、はい、少しでもあの楽しいと思っていただいた方は、うん、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。良いバレンタインを。ハッピーバレンタイン。ま、はい、やってこれ。何？指取り。え、また、うん、ね、毎回検定やるの。よし、メイザー倒すからね俺、うん、指取りでメイザーね、倒してください。舐めてんの？うわ、バッチ。うわっ、あ、逃げやった。